待通りやってくれたと。そしてボクサーの悲壮感という感じがないわけですから、新しいファンを増やしてくれるんじゃないかというふうに期待してます。お疲れのところお集まりいただきありがとうございます。那須川天心のデビュー戦、まあ、期待通りの内容の試合ができたんじゃないかというふうに思っています。これから技術を磨くことはもちろんですけど、また新しいファンを増やしてくれるんじゃないかというふうに期待しています。これからもどうぞよろしくお願いします。まあ、相手のスタイルも分かるし、そして那須川天心が練習してきたことも全部分かるんで、本当思ってた通りの内容だったんですよね。まあ、普通期待通りにやるというのはなかなかないんですけど、本当に期待通りやってくれたと。そして試合後のインタビューでもあれだけ冷静に喋ることもできると。そこからするとですね、まあ、今日また入ってくるときもニコニコして入ってくるんでですね、まあ、本当に今までのボクサーの悲壮感という感じがないわけですから、まあ、新しい本当のというか、新しい、まあ、明るいファンを引きつけることができるんじゃないかと。まあ、そのためにはもちろん技術を磨くのは一番大事なわけですけど、それ以外に、まあ、そういったファン層とか、ボクシングファン以外の人たちを引きつけるものを持ってるんじゃないかというふうに改めて確信しています。